ウィスコトンです。今回ですね、パワーリーグ60勝でもらえるラスボスリコっていうこの神スキンですね、これを早速ちょっとねゲットしたんで使っていこうかなということで、これねアンロックいるんですよね。なんでさここまで来て60勝までしてジェールで5000買わないといけないのっていうね、普通にくれよって話なんですけど、まあ買えっていうことで、まあちょっと買っていこうかなと。はい、これっすね、まあ、めちゃめちゃクオリティ高くなってて、まあ、エメラルドで言うとまあ200ぐらいの価値あるんじゃないかなと、いうことで、まあ、もしかしたら250あると思うんで、まあ、ぜひね、まあ、ジェール5000ぐらいある人はね、パワーリーグめちゃめちゃ回して買ってみてはいかがでしょうかということで、まあ、このスキン使っていこうかなと。とまあ思ってたわけなんですけど、まあ俺が動画出そうと思った瞬間にバランス調整でめちゃめちゃリコが強くなって、でやっと動画出せる、動画撮ろうと思った時にマップが良くなくて、でその次の日にスパイクの神スキンが出て、でやっともう今動画出さないとって時にヤピさんが動画出してラスボススキンので、この動画ちょっとね価値なくなったんですよね。みんな知ってるから、この動画再生数伸びないことは俺が一番よく分かってるんで、今ねチャンネル登録してくださいって言ってもね、これ多分もう知ってる、チャンネル登録してる人がこの動画見てるんですね。これ困ったことに。さあどうしよう、軽くやっていくか。はいはいはい、いやーまあポコとファングね、もうこれも美味しくいただいちゃって、これねこの辺の角度めちゃめちゃいいんですよね。俺気づいたのよ、俺気づいちゃって、でここでちょっと追い込んでって、で追い込んでって追い込んでって、これぐらいの角度からウルトぶち込んであげると、これテンプレートっすね、もうこれもうマジで教科書。ナイス、素晴らしい。いやこのねバズのガジェットめっちゃいい、お前優秀やぞ。再生しようなマジで、仲良くしようぜ、仲良く楽して勝とうぜ。でこの辺の反射使ってウルトもいい、ウルトもいいぞ、今回熱いね。でこれちょっと死なないようにして、でこれパスいたします。本当にこのバズにはお世話になってるんで、でこの辺ちょっと置いとくじゃないですか。で敵一瞬で葬り去って、ナイス。でこれウルトで挟んで、きっとこれはこれはね多分 MVP かつ再戦をしてくれますね。ここまで頑張ったら再戦をしてくれます。さあ頼む、このバズのおかげで結構やりやすかった。さあ来い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 、頼む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 。じゃあなあ、いるじゃん、俺とやんのが嫌だったの、そんなに嫌でした、あなたはそんなに嫌だったが、もう一戦ぐらい、もう一戦ぐらい暴れて、こいつとやれば有益だっていうこと、ところも見せてやりますよ。じゃあじゃあならばウルトもしっかり、あ、まあ、これはもう全部外していくじゃないですか、まあ、これは平常運転、うん、まあ、ここは、まあ、ウルトはね当てられないのは知ってるんで、でここ反射使ってこれ倒していきの、これもう死なない、もう絶対に死なない。ここ死んでリザルト画面でデス数多いなこのリコみたいな思われたらダメなんで、絶対死なない。 OK、これバズウルト溜まったら美味しくて、でここ一旦倒しといて、でここのウルト、ここのウルトしっかりダメージ稼いで、オッケー、これ横取りして、横取りしたらまずいか、これあれか、一応ねバズを気持ちよくさせないといけないんですよね、多分バズを気持ちいい試合で勝たせてあげる、これ勝つだけじゃダメ、再戦をしてもらうにはね。でここ死なないにしてウルトで絶対しばいといて、これでキル数稼いで、ナイスバズ。でこれ死なないようにちょっとカバーしてあげて、死ぬなよお前。でここ挟んであげて逃げ道作ってあげて、オッケー、でここで逃げ道作ってあげたらもう倒してもよくて、はいはい、これいったっしょ。これはね再戦確定みたいなとこある。何してんねんお前、お前何してんねんお前、逆やぞこれ立場、あなたが再戦を申し込む立場なんよ普通は、俺じゃない、あなたがお願いする立場なのになぜか俺がお願いしちゃってるんですけど、まあまあそれは別にいいよ、オッケー、ナイス。でこれちょっとでここでキル数稼いでいきの、これガジェットでダメージ稼いでいきの、これいったでしょ、オッケー。でもうちょっとね、もうちょっと早いテンポで勝利したいんで、ここでちょっとナイスナイス仲間割れ、これもう仲間割れまでいったらね、もうこれもう 90% 再戦率 90%、 これはいった、これまあ棒も棒は少なくとも再戦遅いでしょ。このねバズ10キル0ですよ、8万ダメージよ、これいったっしょ、これいったら、これで無理やったらもうバカバーン、お前はブロスター分かってない、やった。これね弾反射したらね赤くなるんですけど、うわっ、えっこれ反射したら赤くなる、めっちゃいい好きやんとか言ったんですけど、おいもうこのジェシーやる気出せよお前、お前もうただでさえちょっとやる気ない俺が、もう全然やる気なくなったら、ね、どうすんねんお前、これ止めます。でもそれでも俺は止める、俺は勝ちにこだわる男なんで、これ止めてくれたらマジで神。でもジェシーじゃ無理よな、
おっとおっと、これは熱い。やる気出しましたね、これは。さあ、こっからちょっと神髄出していきましょう。さあ、ウルトぶちかまして無双しつつの、オッケー。まあ、ここ一旦死んだとして、ジェシーやる気出したね。どうした最初。最初の何あのツンデレは。お前なかなかツンツンしてんじゃねえの。まあ、このスキンの、青と赤のコントラストをちょっと見せていくよ、お前に。お前にこの対比を見せていくよ。さあ、赤モードを。待って、それちょっとダメっすわ。それちょっとダメっすわ。ジェシー、お前めっちゃ強えじゃん。最初から頑張るよ。お前さ、下げてあげるタイプね。それいいね。ギャップってやつね。これちょっと突っ込まれたらやばいんですけど、まあ、ウルト全部外していくじゃないですか。ウルト必要ないのよ、別に。ウルトは特に必要なくて。さあ、来た。いけ、ジェシー。まあ、強すぎる、そのタレット。もう壁裏、センスありすぎないの、このジェシー。これは、俺が行くの、ハップね。おい、今のはね、相場は、あれよ、タングが決めに行くよ、普通は。まあ、これ一旦耐えるでしょ。ジェシー、ちょっとなんか、くねくねしすぎじゃねえお前。首の関節マジでフォールガイズやん。まあ、一旦これは、まあ、ウルトしっかり当てていいの。これパスしちゃ無理ね。まだ無理で、ここでまあ、ウルト全部盛大に弾く。ウルトは捨てでしょ。ウルト必要、特に必要ないんですよね、勝ちに。勝つためにウルトは特に必要ないんで、まあ、全部捨てちゃっても大丈夫。これはちょっとパスしても無理なんで、これちょっと壁反射若干狙って火力は上げつつ、さあ、こっから、まあ、いつも通りウルトはまだ使わない。ここっしょ、やっと当たった。ウルトね、なんかね、ちょっと気合い入れないとマジ当たんないんですよね。なんかね、このウルトを使うとき気合い入れすぎちゃってね、ほとんど、まあ、外しちゃうんですよね、俺。まあ、一応ミハムとこもやっていくか。まあ、ちょっと今回の敵、まあ、リコはね、あ、俺右か。まあ、ローサ右の方がいいと思うけど、まあ、なんでもいいや、別に。あ、ナイスガジェット。そこのガジェットのおかげで、これ多分奥の方にいるってことが分かったんで、これビジョンついてるんで。だから反射させるとダメージ上がる、スタバつけてるんで、まあ、できればね、反射させてあげた方がいいんですけど。で、これつけるおかげで、もう火力やばいんですよね。一発900でしょ。一発900が多分6発ぐらい出るんで、まあ、5800、5600ダメージぐらいか。なかなか火力ぐるいことになってるけど。なんで、あとね、リコね、あのバランス調整で、あのウルト12発弾打つんですけど、11発でウルト弾まるようになったんで、まあ、11発当てたら、もう実質ウルト無限ループできるんで、でこれガジェット使って負ける？ガジェット使って負けるだと。まあいいか、別に。あのガジェット使ったらね、モーティス勝てるはずなんですけど、ちょっと早すぎたか、今。まあでも待って、まず。まあでも左サイドは、モーティス、ナイスガジェット。それめっちゃうまい。当たったっしょ、それ。めっちゃうまいっすね、それ。で、ここ一旦倒して、絶対倒す。おっ、よし。で、エメが、M7、あと2つか。あと2つなんで。で、これね、まあ、味方タンクいるってことで結構安定してますね。で、この辺か。待って、まずい。待って、リコじゃない。エヨン。負けるさ。マジっすか、それ。負けるんか。あの、エメハンね、そういうゲームなんですよね、結局。エメハン2ゲームは、最後の最後で負けちゃうゲームなんで、もう途中までのね、努力とこう、もう関係ないよね。なかなか厳しいっすよね、ロサ。具合悪い。まあ、あのこの動画見てる人がもうほとんどチャンネル登録してる人やと思うんで、なんかいつものガンじゃなくねと思ってるでしょ、正直。なんかガンちょっと今日ちょっとなんかちげえなと思って、まあ、気づいた方もいると思うんですけど、今なんとテスト前日深夜4時終わり。終わった、もうありがとう今まで、さよならだ。もうブロスターともみんなともさよならだ。